オおそラユーザーおとしつアロラそう今回はこのリ e m i n のポケットモンスター3アンムーンテラリウムコレクション EX アロラチューホヘン紹介していくうほんだったらこれ第3弾になるはずだったんだけどちょっとね大人の事情ってやつだよね大人の事情を大人がいよいしょえーっと大好評のテラリウムシリーズにアロラチューホーヘンが浸透上や これだけで第2弾とか出すことも可能ってことか、うん、よくわかんないよね。まあいいか。とにかく開けていこう。Yeah! 開いていこいポケシザーよいしょ。ポッケポッケポッケシザーあっ、あははははチュリタリー。よいしょ。 えー、そじゃ今回も順番を当てていこうか。6つか。えー、ってことはつまり、1、2、3、3、5、6。てことだよね。わかる ?1、1、1円、2円、3円、4円、1円、1円って何 ?1 がピカチュウマクロウピカチュウとマ ピクチュートマクロイヤー。ワンネ。ってことはこれが。フォンネ。フォ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 ン。フォ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 ンネ。フォフォ。フォフォって何。フォア。フォア。ポリゴンさんだね。ポリゴンさんが出てくればオッケー。うん。あ、あり、あり、あり、あー えっと、1円、2円、3円、4円、5円、6円。だった間違えちゃったよまあいいや、並べていこうか。あ,あ、そうそう。ティラシーと。箱はこんな感じになったよ一1番、サトシのピカチュウマクローアローラの眩しい太陽の下で、10。お昼寝中のピカチュウとマクロウ、丸。日誌はどんな夢を見てるのかなはてな。 というわけで、サトシのリュックとかサトシの帽子、ガあルンだけんでちょっとベベロムやってくれたの、チラっタあネやん。2>, 2番、ニャブイ。ー、意見クールなようで、てん、仲間思いで兄貴分ないじめもある、まる。お腹に溜まった毛玉を燃やして火を吹くため、てん、毛づくろいは欠かせない、まる。あれ、ビギリマリ紹介してたのかなあ、いた。 例のポケモンが死んだ現場だ死んでねえかあそこじゃマイカとにかくアローラって言ってたのに顔面がアローラしちゃったサトシなのにポケモンがお亡くなりになる話も平気でこなすそれがサンムーン3番足回りアクロバティックな動きが得意マル少しお調子者なところもあるけどジョテンバルーンを作る練習を欠かせないガンバリ るなるほどな。てかこれあれなんだよね。ただ上にトンって置くだけでこのアクロバティックな動きを再現してるのすごいよね。まあある意味他のも一応取り外しがきくっちゃ効くんだけどね。なんかその中でも群を抜いてアクロバティックだうん。ただたまにねちょっと固定できるようにしといてくんないと <laughs> もうなんか飾るの大変やん。グラグラしてポロポロ倒れるんじゃーってなるのがあるからちょっと。 それはさすがにさすとこつけといてほしいよね。うん、まあ、いいか4番、ポリゲン。ちょうど顔にモザイクか。サトシのピケチュウにライバルシーンを燃やしている。10、正体不明なポリゲン。中身を見てはいけない。あの日のことを思い出してはいけない。やっとは、行で先にやらかしてたいね。X X になんか対策とってたら、あんなことは起きなかったなんて。言ってはいけない。国家反逆罪やぞ。5番。 リリエのシロンアローラのキュンキャッコトジ真っ白な毛並みを持つ丸ル飛ばされて帽子を追いかけていたけれど点遠くから自分を呼ぶ声に振り向いたいえちゃそうもういないもういないだもうみんながねリリエちゃそういなくなるとかいうデマを流すからウチャルサムどころかサン,ムンまだクリアしてないじゃないかもういなくなっちゃうなんて嘘だよねロックバーン 来てるグーマー、見た目は愛らしいが、てん、すさまじい力を持つ危険なパッケマン、まる。大きく手を振るわれたら、て威嚇と警戒のサイン、まる。あぶねよ背骨持ってかねるちれ、タニアンというわけで、今回は、まあ順番はあべこべになっちゃったんだけど、やっと、アローラを紹介できて、よけタんや。アン